放課後スマソン,マソン <laughs> さあということで始まりましたが <laughs>、はい、思いのほかトミーがゆるくどなりをおっしゃったので <laughs> やっぱ放課後スマソンはなんかちょっと違う感じの方がいいのかなと思ってああなるほどはい まあ初めてのポークスマソンですがその辺りのテンションはもう心得て <laughs> <laughs> ちゃんと聞いてましたから、えー、まあでもどうですか、はい、1か月経ちまして「スマイルソングス」そうでももう最初からね鮮烈なデビューというか。うん <laughs> 卒なくいやいやいやミスもなくいやそんなことはないですよ全然お上手にこなされてるような印象ですけれどもあれそれなんか言わされてますそれ大丈いやいや言わされてないですよ全然全然全然 <laughs> リスナーさんの意見も代弁しながらというかいやいやいやもうなんか斜め上の発想すぎるとかなんかいろんな意見があってちょっといや僕はそれも計算なんじゃないかなと思って違う違う違ういつも言ってるでしょそのはい、はい、ねそこまでをさ<ー>いろいろ自分でアレンジして考えたりとかさとかね,、うんね よく出てきますよね、ああいう発想が。最終募集するっていうね。いや、別にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけれども。いや、私は本当に楽しくやらせていただいてますよ、そこに関しては。ああ、なら、よかったです。こんなにもう、なんか、自由にやらせてもらえるもんなんだと思って、ちょっと、逆にびっくりしますけど。なるほど、なるほど。まあ、それがすべて許されているのかどうかというと、話は別なんですけどね。確かにね、私が押し切ってるんじゃない。かねそうそう、今日ありますけど、いや、でも、いいことです。楽しくできてるの。ははい。 で今回ですねもう本当たくさんのですね、はい、トミーに対しての質問<お>メールが来てましてありがとうございますご紹介したいと思いますが、はい、まずは大阪市平野区にお住まい15歳ラジオネームチャンピオンさんからいただきましたありがとうございますトミーに質問なんですがはい スマイルソングスと「あげぽよ TV」以外に普段どんな活動をされていますかお<う>スマソン気になって聞いて「あげぽよ」を見て、えー、トミーのファンになってしまいましたありがとうございますよければ教えてくださいいや嬉しいんそんなメッセージいただけるなんてどんなことしてるんですか普段どんなことお仕事でいうと私は本業はというかはい、はい、まあ本当は女優業 そうですよね。声優さんっていう感じなので、まあそれだとまあドラマ映像のドラマに出させていただいたりとか、うんうん、あとはラジオドラマとか、もうやったことありますし、そうなんすはい。はいはい、で、でもね多いのは CM ですね。うん、あ、CM。はい。一番多いのはそのテレビに流れる CM。へー、なんか聞くところによると全国区？はい。 で放送されている CM にもご出演しているということでありがたいことにそうなんですよね<え>、はい、だからリスナーさんも見てるとあ、トミーじゃないかってことはね関西圏問わず、うん、パッと15秒で流れて、うん、あれこの子知ってるあ、トミーやみたいな感じになることがあるのかなと思ったりいやすごいですよね、はい、でもドラマとかラジオドラマってどうなんですか、はい、実際にどんな役どころを今まで いやそんなにね回数も、はい、私まだデ,デビューしてというかその、うん、事務所に所属して活動してからまだ2年ぐらいなんですよ。キャリアとしてはそうですかそううでですすなんまだまだだなので、うんはい、だからそんなにドラマに出た本数も,も多くないんですけどはい、はい、例えば新入社員役とかああなるほど、うん、なるほどまあでも年相応だ役ってことです,かそうですねだから20代前半の OL さん役とかが多いですかね。うん、へなる、うん さあそして続いてこちら大阪府松原市にお住まい16歳、えー、こちらかなさんからいただきましたありがとうございます、えー、トミースマソンには慣れましたでしょうか、はい、だいぶ慣れたかなあの、ね、最初から慣れてるんですよこ違う違う違う、はい、そんなことないですよ<笑><笑>緊張感ありますか緊張してましたよだいぶトミーに質問ですが、はい、ベルケンさんの印象はスマソン始めてから変わりましたでしょうか <laughs> 何で笑ってるんですかはいはい、はい <laughs> 変わりました。いや面白いなその質問。どうですか？いやだいぶ変わりましたよ。あ本当ですか？はい。へえ。なんかね。なんて言ったらいいのかな。あの MBS のねイベントでこう司会を一緒にやらせていただいたりとか、まあそこが多分始めましたよね。そうですね。切点で言うとそうですか最初のねお仕事のきっかけというか。そうですよね。その司会をやらせていただいた時とかは、まあ私自身が司会が初めてでめっちゃ緊張してる中すごい。 助けてててくくださったりとかれ本当に優しい方なんだなっていう印象がまず第一にあったんですけどすごいなこの後すごい気になるあったんですが何だろうその時もなんかこうイベントの一緒に司会やる女の子っていうぐらいにしか思ってないんだろうなみたいな当たり前なんですけど。あくまでも お仕事感っていうかそそこでだって市場がどうこうってことはまずないでしょうえ。なんかそうなんですけど、うん、すごいなんて言ったらいいのかな紳士的で喋りやすい雰囲気があるのにちょっと壁があるっていうかああその時にそう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 いやまあ,あの私得意ですから壁作るのは <laughs> 特に人との間に壁を作る <laughs> そう。 気持ち的になんかその感じがすごい結構強くて私の中の印象として、うん、あそうですかそ<う>なるほどまあプライベートなことが分かりづらいとはよく言われますけれども何を考えてるのかとかね。はい、でこう火曜日担当になって、うん、あ鈴木さんと一緒なんだと思って、うん、まあ以前一緒にやらせていただいたしあよく鈴木さんでよかったって私は思ったんですけど、うんうん、でもこう。 まあ、初回とか二回目とかはまだ壁を感じてて、うん。あ、はあ、いはい、そうだった。そうだったんですよ、実はで。はいはい、で、こう、探り探り、こう、いろんなことに私がね、めちゃくちゃなことを言ったりとか、いろいろしてて、うん。まあ、もちろんね、フォローはしてくださるし、すごい優しいんですけど。この人はなんか、裏があるなって、ずっと私は思って。どうして。 そんな疑われるというかありましたでしょうでもさアニソンウエーダーとかでさゆいかおりのさ曲で話してる時はさすごい一緒のベクトリーで盛り上がってるじゃんそうなんですけどね。んか今1か月経ってやっと私自身も人見知りのところがあるのでそれが崩れてきてそう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 それで言うとそう。 あのまずお互い人見知りだという情報があって私もトミーも。でこれなぜかというとお互いこれ実は長男長女だったというところが一つ要因なんじゃないかと。っていうのはまあ どうしてもやっぱり長男長女の気質として、はい、なんとなくその初対面の時に気を使ってしまうだからなんか自由奔放にバーって喋るんじゃなくて、うん、相手の出方を伺うという,そう,そうしっかりしなきゃいけないみたいな,なかそうそうやっぱりお兄ちゃんお姉ちゃんだからっていうねう小さい頃のね体験が元になっているのかなんか自然とそう思っちゃってるんですよね、うん、だからそうそれで言うと僕もそうですよ<ー>同様にあこの人相手の出方見てるんだとか私ですか何考えてるのかなっていうところは確か正直最初思いましたえー お互いに思ってたんですねある程度僕は最初から飛ばしてくる感じを見てこの人はすごく壁がねんだろう僕よりかは薄い感じだなと思ってまあそこはだってやったろうっていう気で来てますからねどういう気なんだとは本当に。でも今はすごくベルケンさんと一緒にやらせていただいて楽しいなと思ってますよ。 えー、そして兵庫県三田市にお住まいラジオネーム小田部さんからはこちら、えー、すっかり昭和キャラになってるトミーですがな <laughs> <laughs> なってますすよねね<ー>間違いないです、ね、な先日リメイクされた家族ゲームを見て、えー、昭和のドラマにはまってしまいましたおし<う>ん、はい、も借りてみましたお<う>そこでトミーに質問ですが、はい、おすすめの昭和音楽やドラマアニメなどがあれば教えてください何 <laughs> ですかそれ,あのさこれ <laughs> おかしくないかい？おかしいおかしい。しいあのトミーが昭和キャラだからといって、必ずしもその昭和の音楽とかドラマに詳しいということではない。<laughs> そうですよ。あくまで雰囲気がそういう古風なところがあるというだけで。でも実際どうなんですか昭和音楽？昭和音楽ですか？ドラマとかアニメとか。あでもドラマこれ昭和なのかな、うんあ？平成か。はい。私多分生まれてからも当たり前ですけど、うん、生まれて。 からドラマって見るじゃないですか,か。振り返って見ることがあんまりない。ね、ああ、なるほど。だから昔のものが例えばそのビデオまあ今で言う DVD になって,いてそれを見るっていうこともあんまりうんうん、うん。そうですね。まあでもなかなかそういう機会ってないんですよね。今数が多いですからね。はい。ね<え>。でもすごい小さい時にハマったドラマは、うんうん、あの松嶋菜々子さんと、うん。 あのタッキー、ジャニーズのタッキーが主演してた魔女の条件っていうドラマ、ああ見ました。あれはハマってました。幼いながら結構危険な恋の話なんですけど、幼いながらハマってました。危険な恋とかは好きですか？あ、それ前任者がなんかそういうの大好きで、それを原因で後半したってわけじゃないんですけども。違う違う違ういますよ。今のあれですかね事実も今ですから。そはい、因果関係全くないです。からはい。 あ、そういう感じじない。危険な声はちょっとね。なるほど、無難な声がしたい。もう落ち着きたいですね。もうその感じ。<laughs> あこれかいやいや、もうお,おいくつでした。ええ、まあ、二十一で、今年、十二月に二十二になります。落ち着きたいという発言から、ちょっとそこは怪しいなと思ったんですけど。<laughs> はい、ええー、十九歳、ラジオネームチロウさんから、大阪市住之江区にお住まいですね。はい、ええー、トミーの。 年齢差少、昭和生まれ疑惑というのが以前ありましたが、<laughs> えー、本人は否定していましたが、私はまだ疑いを持っています。ええー、嘘。<laughs> ほら。なんでですか？さっきみたいな発言ですよ。いや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 。えー、ただ昭和といってもバブル時代ではなく、高度経済成長期の <laughs> えー、もっと古い年代の感じがするので、<laughs> え四、ー、十後半から五十過ぎくらいの年齢ではないかと読んでいますと。 ちなみに昭和から現代まで続く大人気アニメサザエさんの年齢は24歳お母さんの船さんの年齢は50歳くらいとのことですどちらの年齢に近いですかいやいやおかしいおかしいおかしい24 <laughs> or 50み <laughs> どちらいや24でしょどう考えても 本当ですか。いやいや、平成三年生まれです。千九百九十一年生まれですよ。私は。へー。へーって。いや信じてくださいよ。友達とはどんな会話するんですか。そうですね。いや今時のパンケーキの話とかしますよ。もうそのあたりも中でちょっと引っ張ってきたじゃないですか。違う違う。どうやら茶屋町会話のあそこがうまいらしいみたいな。パンケーキ食べに行ったりしますよ。本当ですか。はい。あれでしょ。なんか今なら並んだりするんでしょ。みんな。 それ流行ってるものには並ぶでしょうそんなの僕でも知ってますよあんまり行かないという全然行ったことないけれどもいや行きます行きます全然今時ですよ私なんかちょっとあの今後の放送において適正な年齢というかそのね実年齢に見られるように頑張っていきましょうかどう頑張ったらいいんでしょうかまあそのルックスね服装のことであるのかその言動的なことであるのかそのねいろいろとね 若い方のお知恵を拝借してそうですね皆さんにどうん、ん教えてもらいたいどったらトミーが若く見えるだろうかということをね、皆さんにお知恵をいただいてなんかピチピチキャピキャピ感が出したいだよねはい。だよねそう, <laughs> そうあのなんだろうやっぱり僕も思ってたんだけどそこだとも。う、はい、それがないのかなんだろうな<は>なんていうんだろうすごく 長,す長年連れ添った夫婦じゃないけれどもねえっていうさ <laughs> このさ、はい、なんだろうね落ち着い,てるいいように言ったら落ち着いてるみたいな、うん、あの分かんないけどごめん失礼だったら申し訳ないけど、はい、異性感がないんだよねねそんんな、ね、<laughs> ごめんね 年下の女の子に言うのちょっとあれだけど落ち着くの <laughs> お母さんみたいないやいやおかしいですおかさんお味噌汁みたいないやいやいや,いや結構作って世代違いますからててそう僕の方が年上だからねそうですよ。 そうなんでだろうね。まあそういうちょっとキャピキャピ感を与えるにはどうしたらいいのか。皆さん教えてください。若いの方法皆さんねメールはウタケアットマーク nbs 一一七九ドットコムまで。はい。トミー若作りの方法とね。返えて私募集してどうぞお待ちしてますこんなのばっかりでございますけどね。おかしいですね。はい。まあねでもこれからねまだ一ヶ月ですから。はいそうですよ。はい引き続きはい若さに磨きをかけて。そうですね。 わかんないですよ数ヶ月後もうピチピチの声でもうなんかねキャピーって言ってま言ってるかもしれないです、はい、そのあたりがもうちょっとしんどいなって感じはないですけれども <laughs>、はい、なるべく実年齢に近づけるように <laughs>、はい、内面的に頑張りましょう磨いていきます、はいいはい、以上今回ゴスマスオンでした